ジャグラーコーナーですけども、まあ一言でジャグラーって言ってもいっぱいあるから、一番スタンダードのは、まあ、マイジャグ。はい、それではマイジャグ3。とりあえずオーソドックスな変速落ちって言ったら、やっぱりこの赤7狙ってとね、これが中段に止まったらブドウはボーナスっていうと、まあ、例えば中落ちで何を狙うかっつって、そうだな、ピエロとベルの同時フォローが1,2,3,4 できないです。中押しはできないからただこのバーを下段にビタ押ししたとしましょう。赤7引っ張ってくると思うんですよね、ボーナス成立時。こういう風にこの時の成立薬なんだっていう、でブドウかとっていう。で今、まあ、中下段ぐらいに押してますけど、ただこれは赤7引き込まなかった時のボーナスの可能性がないんじゃないかな。そうですね、そうなるとまあ1リールダメ目に近くなっちゃうから、あんまり熱いというか、例えば横コーンがあったりすればいいんですけど、そういうんじゃなくてマイゲームボーナスの期待度は均等にある台に置いて、この1リールで出目が死ぬっていうのはあんまり進められないから、そうするとあんまやりたくないですね。まあ曖昧に押しとくのは手だけど、なんか全然設定を狙う企画ではないですけど、一応ねさっきバーッと見てたら昨日出てた台が結構人気なんですよ。だから、まあ、昨日ねちょっと強い日なんですけど、まあ、なんでせっかくなんでこれ狙うかな。昨日レギュラー19回引いてますから、レギュラーの方がセット差大きいんで、まあ、当たりの可能性が結構ある。はい、それではね打っていこうと思うんですけど、僕アレックスは結構打つんですけど、まあもちろん順押しで、そしてほぼ赤7狙いしかしないっす。中押しは、まあ、横コーンにならなきゃ別にブドウのフォローも必要ないから、とりあえず赤から狙ってみましょうか。まあ、ここ止まったらリプレイだと思うんだよな。リプレイになっちゃった。あ、待って、これ狙うとブドウこぼしていきなりやっちゃった可能性あるぞ。でも熱くないから全部的に当たったんじゃない。ブドウかボーナスだよね、もうブドウかボーナスしかありえない。動くになってるから外れないから、いや、すごくない？幸せ。はい、ボーナスから普通に並んじゃったけど、下段から手に来ましたね今。これ消灯してないってことはもうチェリーかブドウかボーナスですね。だから消灯してない関係ないもん、多分チェリーなの。リプレイないもんね、ブドウになってるから。あれ当たってない。いやブドウの可能性あるけど、あブドウか、当たったよ。すぐ当たった、すぐ当たんじゃん。あれ？いや楽しいで、ある程度当たり引かなきゃ検証できないんで、なんでこの中押しって言ったかっていうと、逆押しすると3枚も掘るのために絶対ずっとここ狙わなきゃいけないんですよ。それつまんないんで、まあ、中押しかなと思ってたんですよね。せっかくライトニングの話を僕はしたので、まずはそのライトニングの逆押し、結構ね面白かったんですよね。逆押し時に狙うポイント V ですね。 V ベルバー、これを狙う感じです。で、この V を枠上ないし上段に狙うんですけど、ここの狙い目として一つポイントがあって、
ルイベルバーがビタで止まった場合、ビタで止まった場合はその時点で1角です。ただ1コマ滑って、では枠上に V を押して滑って V ベルバーが止まった場合は外れの可能性もあるので、上段に V を狙っていた場合の外れは中段に V が止まって子役が外れる。で、今下段まで V が滑りましたけど、この場合はテリオはリプレオはボーナスで、今横コーンになってたのでリプレイの可能性はないとなると、チェリーはボーナス、まあ大体チェリーですね。比較的シンプルで攻めでこう分かりやすい打ち方なので、まあ、リーチ目あんまり知らないっていう人もすんなり打てる手順かなと思います。さあそれでは、ニューパルサー SP3 無事に開いておりましたので、私はまずは中押しから、まあ、逆押しの7狙いっていうのが、まあ、かなりメジャーな、まあ、変速打ち手順で、で、まあ、やっぱりレバーオンでエンスがあった方がいろいろ強弱メリハリもつくんじゃないかなと思いますので、まずはドットモードで、まあ、じゃあちょうど、中リールに赤穴が止まってたので、まあ、それ付近を狙って消化してみましょうか。で今枠上上段あたりにちょっと赤穴狙ってみてるんですが、まあ、外れの時は基本ここが止まるのかなと。で今7匹ガエルが出てるんで、もうこの時点で対応薬も外れです。なので、普段と違う止まり方ですね。今中右って押してるんですけども、オレンジが左下がりに転配しない形が止まったらかなり熱いんじゃないかなと。もしくは7が中段とか下段に止まったら7匹ガエルの時は1角になるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ちょっとこういったところを探りつつ、あ、なかなか中段止まった時に、まあ、子役が揃ってますね。これ内部的にオレンジのが優先して揃う役なのか、まあ、チェリーが優先して揃う役なのかというのはちょっと分からない形にはなってます。お、で今出た波紋っていうエンスは基本チェリーとかに対応してるエンスなので、その時にじゃあちょっと7狙ってみましょうか。ああテンパんないですね。テンパったら2角っぽいですね、うん、お、これはまあリプレイでしょうね。おお、これあの恵みの雨っていうエースなんですけど、あのリプレイを否定して発展すると熱いエースなんですよ。で見てください、オレンジ非転配なんですよ。これ当たってる可能性ありますよ。ただこうなった時にチェリーと同時操作してる可能性があるんですよ。で、まあオレンジとかベルがもう代表で揃えないじゃない、られないじゃないですか。なので、カエルチェリー7の方のチェリーを狙ってあげないとチェリーこぼしますね。あ、やべちょっとなんでミス、いやこれ10枚こぼしてる可能性あるんですよ。一定数、まあ単独の可能性も全然あるんで、だから本当はこれを1コマか2コマ遅く押そうと思ったんですけど、まあついうっかりですね、うん、あ、別に必ずオレンジが転配するわけではないのか、まああの逆押しして7が角に止まってもっていう形、制御もあるんで、もう転配したら2択でしょうね。転配しない形に関してはいろんな停止系がこういうパターンもありますし、あるってことかな。あ、でもそっか、さっきこの形で転配してチェリーこぼしたかもって悶絶してましたけど、多分子役の時は中段からボーナスから転配すると思うんで、多分取りこぼしてない。そこの制御が、あ、いやこれありそう。あれ、いや、いますよね、ほら。なるほどね、単独でもあるんだ。ってことはさっきはビッグだったじゃないですか。レギュラーかもしれない。でボーナスを察知したら
逆押しで右の中下段にバーを狙います。あ、やっぱレギュラーっぽいですね。で、まあ上段中段あたりにバーを狙って、下段でテンパイしたらそのまま揃えましょう。なるほど、ほう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 、子役が外れたらもしかしたらこれ本当ビッグじゃなくてレギュラーは子役かもしれないですね。サプライズ、今度こそ、今度こそ見せられないぞ。あ、こぼしてるこぼしてる可能性ある。これで、ま、レギュラーが出てくればいいんですよ。さっき単独レギュラーは中段7からだったじゃないですか。チェリー同士当選でレギュラーが出てくればまだ単独ビッグのみここが止まるっていう可能性が出てくるんで、これリプレイですね。はい、ビッグですんで、さっき10万円やらかしたか、単独ビッグでもあそこが止まればいいですね。やらかした可能性があります。狙ってこの形になるともうチェリー止まってないですから、そのまま揃えておくという形で、ビッグを出す揃えていく。中段チェリーで当たったのか、カロチェリーで当たったのか、さすがにわからないですね。これが一応単独の可能性ありますからね。あとは今の子役で同時当選してる可能性も一応あります。これは帰らない熱いパターンですけども、デメ的にダメでしょう。チャンス目が止まらないからな。おおとととと、あ、そう、出目で、おお、いるの、あれチャンスなの、これは絶対います、これ絶対います、絶対いますから、押していいですか。はい、これ絶対法則的に必ずいるんだよ。これが単独ビッグだったら、さっきはまだチェリーこぼせないかもしれないって希望が持てます。これはあの子役狙ってるんで、てかもうそもそも子役テンパイしてないし、チェリーも蹴ってるんで、単独当選確定で、あ、じゃあ大丈夫かな。めっちゃ連チャンするじゃないですか。オッケーオッケーオッケー、これで中押し7狙いはクリアかな。しかもこの懐かしくないですか、金パルの BGM ですよ。今、お花の中段に止まって、チェリーだったんで、チェリーの時は中段に止まってくるんだったら非常に楽。これだと楽だな。その上段赤が狙いしてて、まあ、こっちの赤なんですけど、下段まで滑ってチェリーがあったりするとめんどくさいですよ、まあ、アバウトに押しててもですね。要は 中下段、まあ、枠上から中段ぐらいまで狙って下段まで滑ってチェリーってパターンがあるとめんどい。ただこれがこの今ちょっと僕この上にブローついてる7の中押しからやってみてますけど、あのこれ下段に7が一番よく止まるんですよね。で外れの時もこれが止まるんですよ。でここに止まってね、あのその3コマぐらいのアバウトの目押しでそこに止まって、チェリーがあると非常に面倒くさい、でもやる価値がなくなる。ただそれがない、これの時だけチェリーがあるんだったら全然いいですね。まあ横行になった時と気分変えたい時とかありだなと思う。当たったっすよね。当たりしか考えられないですもんね、まあ、多分これがそもそもリプワボーナスなんですよ。でこっちで否定せずにこっちで否定したってことですよね。なんかかっこいいでみたいなことありえないもん。
はどうとかあるかもしれないですけども、まあでもあれ結構サプライズですよね。今横っ子になってなかったもんね、だからリプレイだと思ってますよ。なかなか楽しいですよ。だから もしかしたら、まあ、多分シンプルな押し方なんでやってる人いるかもしれないんで、その人から見たらまだあそこもそれねえよとか、もうチェリーねえに決まってるんだって思ってるかもしれないですけど、僕探り探りやってるんで、この探るって作業が楽しい。もともとある程度ね好きな棋士だから、楽しめるっていうのはありますけどね。いろんな法則とかが大体分かってるんで。7-7でここにリプレイか羽以外止まったら熱いんじゃないですかね。全部リプレイと羽なんで、まあ、さっき当たってたの思われるのは鳥なんで、まあ、露骨に棒の背柄の並びですけど、まあ、そこ狙ってない時でも基本リプレイでたまに羽って感じですよ、止まるのは。で別に左狙わなくても左だから別のチェリーとか狙っててもそれ止まってるんで、うん、必ずどっちか必ずっていうほどまだ思考ゲームスないけど、で多分ブドウとかチェリーが止まったら当たるんじゃないかな。そうですね、赤7が上にない方のバーを今狙ってます。うん、これね、はい、これが果たしてねじれがいがあるのか。はい、光りません。あー、わかった。枠上に押すと、バーを枠上に押すとここに止まります。だからしっかり押した方がいいな。で、枠内に押して、まあ、ビタ止まりだったら1コマ滑りであればブドウかな。お、やっぱチェリーあるね。チェリーこの停止系か、気をつけないとな。ってなった時に、例えばこのテンパイ系の時はチェリーかもしれないとかだったら、その時だけ気をつければいいんですけど、中段リプレイテンパイは何なんだとかね。うん、中段バーが今んとこ、ブドウ、なんでもないで目で光りましたね。あの左の枠内にバー引き込むでくるわけでもなく、バーはここに持ってきて、これも普通ですね。さっき外れて何度も見たで目で光りました。うん、で、まあ、ここからコインロスになるんで皆さんにはあの真似してほしくないんですけど、しばらく成立後の制御を見ていきたいなと思うんですよ。あ、でも下段か。いや、外れと全く同じ手付け取る。で、これ今枠上に押したんですよ。あ、これはでもさすがに出ないですね。これも出ないです。でもここまでは出ます。ここまではなかなか狙うのはもうオーソドックすぎてね、あれなんですけど、うわちょっと待ってピエロを押そうと思ったらピエロめっちゃいるし、ベルもめっちゃいるんだよ。ピエロ一個ずつ押していこう。赤なな上のピエロ今上段に押してます。でもあれだね、ピエロを下段に押しても赤7までは滑ってこないんで、上段にベタ押しなくても枠内にピエロをして、例えば赤7上段まで滑ってきたとかね、まあ、上段にピエロビタ止まったビタ止まったとかはありなんじゃないかなって、今これ全部推測です。
チェリー同士もこれは見抜けねえ。とまた成立後ですが回そうと思います。マイジャグはちょっと無理だな。ありがとう170。あ、マイジャグダメっていうか外れと同じ手式を取るとボーナス成立時に。でやっぱランプで全部旗がつくというか、ランプでボーナス当選の合否を告知するっていう感じなんで変則維持をする意味はあんまりありません、よくできております。さあそれじゃあ55ジャグル割とね制御がね違ったりするんで左の。とりあえずじゃあ違いを見てこっか。おやどうだったかな。おや帯電してるけどデミは外れなんすよね。それは多分当たってはないと思う、あ、当たってました当たる時もあれなんですね、止まんないんだね。負けの時はああいう形になるっていうのもあるかもしれないですね。240レギュラーです。なるほど、勉強になるな。さあ2台目ディスクアップですね。オープニングで触れていた変速縛りということで、どこから打とうかなという感じなんですが、まあスイカをフォローしつつ、まあ、チェリーは左で入賞なんでね、まあ、スイカフォローしやすいとこといえば、まあ赤7、まあ、もしくはチェリーがついてるバー、この枠に止まってますけど、あ、危ない、ただ中左って押した場合は有効ライン、いや有効ラインじゃない9枚トローバーラインが上段に限定されない、中段多分下段もいけると思うんですけど、あ下段じゃない右上がりか、そういう意味では中左手止めた方がいいかもしれないですね。これはスイカかな、あえて見なかったよ俺は、あえて見なかったですけど左は音符が止まるのは見えました。上左じゃない上はね、下段2番、いやちょっと待ってよ、ちょっと待って発展はしてますね。上音符だったはずなんですよ、下は見てなかった。でもこの停止系的にスイカは当然ない、蹴ってるだリプレイか9枚で当たっ9枚の場合下段で取れば多分青引っ込んできてるんで青系だと思うんですよ。でかつ逆回転だったはずなんでチェリオはスイカだと思うんですよね。左ちょっとバー狙ってみます。あ、チェリーか、チェリーもおかしくないっすね。だって星中段からだったじゃないですか。ってことは青を引っ込んでるチェリーってことは当たってるチェリーじゃないこれ。いきます、先に押しますね、同じ場所。あ、多分そうだ、引っ込んできてるもん、青だだよね、よかった。ほら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 、楽しい300ゲーム。
アオビック、チェリドル当選のアオビックですね。さあそろそろ、そろそろってこともないけど、スイカ、チェリー、バー止めたい。おお、あった、これです、これ一角なはず。あとはだから何が成立してるかですよね、まあ、ここでスイカ揃ってスイカ同時当選もあると思うし、あとだからチェリーもあると思うし、何でもあると思います。スリス狙いますかね、左スイカテンパればスイカの可能性があるって感じかな。おう、ああ外れんだ。お、青七ね。まあいずれにせよいい出目見れました。そこ狙いがいいんだろう、まあ、なんだかんだ言ってこのバー狙い、このバー狙いがある程度完成されてて面白いのかなという気がしますね、変則押しだと。まあ、あとは逆押しとくかな。どっちかっていうとじゃああれなのかな、こっちは停止系が結構限られる、赤7が上段に止まるか、まあ、リプレイが下段に止まるかぐらい、まあ、2つだけというわけじゃないと思いますけど、その2つが多いんでボーナス成立時にここが止まって期待感を引っ張れるっていうのはもしかしたらあるのかもしれない。外れの可能性もあるし、子役の可能性もある、だけどボーナスの可能性もありますよみたいな。じゃあ次の狙い箇所いきましょうか。まあそうなってくると、まあ、カエル狙いですかね、次はカエルをちょっとざっくり。お、下段止まった。もうバーまで滑ってきた。これ500っぽいね。はい、500っぽいですね。今カエルをざっくり枠内に狙ってるんですけど、どうやら下段に止まったら外れっぽいですね。お、ちょうどいい、ちょうどいい検体、シダチラカエルで、まあ子役ですから、まあ、ここまで滑ってくるのが基本なのかな。うん、ですぐに気づく法則としましては、やっぱ上下段の角にボーナス制が止まらないですよね。なのでこの形から右の上下段にボーナス制が止まったらもう2学と考えていいでしょう。まあ中押し7狙いよりはカエル狙いの方がおすすめかな、個人的には。これなんでかっていうと逃げレールに7が2個あるんですよ、向こうは。だから、サプライズを味わうならあっちの方がいいんですけど、子役のこぼしを防ぐっていう観点から言うとこっちの方がはるかに楽です。うん、あと中押しして気づいた、まあ、法則の一つとしては、まあ、リプレイ成立は必ずリプレイが中段に止まるというのと、払い出しのある子役は基本下段に止まるってことですね。いやでも僕は変速打ち結構好きなんですけど、左から全く押さずにパスを打つことってないわけですよ。まあ北斗とか打ってる時は別ですけど、ノーマルタイプを全く左押さずに打つっていうのは初めての体験なんですが、これ例えるなら毎食生肉食ってるみたいな感じですね。あの大体我々肉食う時って火通すわけじゃないですか。左から押すっていうのは毎回火通して肉を食べてるようなもんなんですけど、だからこそたまに食う生肉がうまってなるんですけど、毎食生肉だとちょっと味気ねえなってなってきちゃうんですよね。その感覚にかなり近いんじゃないかなと個人的には思ってます。これですよ、これ
下段カエルからの右上段7、これ当たってます。単独ですね。しかも絶対ビッグです。バー引き込んでないんで狙っちゃいますよ。まあこのサプライズは確かに気持ちいい。なるほど。まあ一応推測としては当たってましたね。まあいい、まあ、よかった、あのバレル前に当たって。500はまた500系部下ずっと中押ししてましたからね。たまたま今赤ならの下段にビザ押ししたんですよ。待って、赤なら下段にビタ止まりが、まあ今ボーナスエリザがもちろん出るんですけど、でビッグね、これでね出るんですけど、これが外れて出ないのであればまあまあ熱い出目になるなって。で、まあチェリー同時でもこの出目出る、ここなんでしょ。でこれはまあまあいいですね。もうちょっと怪しい出目全部調べよう。328ゲーム成立後結構回しました。これはもうしょうがない、勉強代だもん。ないね、55もない。その赤7下段ビター、もう本当に唯一チェリーはリップはボーナス、なんかそんな当たり前なの知りたくない。確実にビタ押しできてんなって時は止まんないんで、何回かこう止まってもリプレイ揃わない、チェリー揃わないあるんですけど、ビタ押したなって確証が持てた時は必ず公約が揃ってるんで、55の法則が使えそうだからっていうだからっていうとこなんですよ。この出目が死んでるから。今オンチョウじゃなかった？あ、現状ですよ。まあ今日初めてのブドウ成立なんで何とも言えないですけども、まあ、この出目の時ってハズレかボーナスしかないんですよ。でブドウがなかったからこれもブドウの可能性あるんですけど、どっちしろブドウオアボーナスです。で左に赤狙いました。直接赤狙っちゃってもいいんじゃないですか。揃いました。でブドウの場合ここに止まるのかここなのか、だからここだったらもうハズレボーナスだったら一角なんですよ。ただブドウがなぜか、まあ、結局ブドウ揃ってないんですけど、ブドウ一回も成立してないんで、ここでもブドウがあるんだったらばブドウはボーナスですね。ここだったらチェリーの可能性が残るわけだから、でここだったら横コンになってここでブドウの可能性があるんだったらチェリーはブドウはボーナスです、ね、なるほど。だからまあ横コンになって真ん中で赤7止まったら、チェリーの可能性もあるし、そこにブドウが加わるって感じか。で、流れるだけのこと言うんだったら赤7が上段も中段も下段も全部ボーナス当たってるんで、まあ、その時点で結構楽しいのはもう間違いないですね。どっかに止まらなかったら終わりっていうのはないんで、
遅かった可能性ありますけど、今まで1回も止まってないですね。これここにこの形で赤7枠下の時は絶対羽が3枚ですよね。当然だからそうだと思って左、まあ、見ずにこっちに取り狙ったら、で目足がもし遅くてだったら可能性、何でも可能性あるけど、行くよ。横コーンが1回もならないこやくたつり、またこやくはボーナス、あれ当たってる、当たってるな、これ多分、うん、当たってましたね、やっぱ当たりなんですね。もう赤菜の枠下も当たるんだ。まあちょっと目足遅かったかもしれないですけど、ある程度 BR で例えば赤7は、まあ、今までボーナスが赤7ばっかりだったんですよね。赤7トリガーしか引いてなくて、赤7の時はやっぱり枠ないですけれども、まあ、トリガラミ、トリレギュラーとトリトリ7の場合は枠下滑るとかあるのかもしれない。滑るっても当たる可能性があるっていう。赤7の可能性はさすがに消えると思うんだよ。枠下赤7から左であえて羽と3枚否定してくれたりするパターンがあるんだったらおもろいっすね。神が増したぞ。同じだね。とりあえず外れの制御は、55と一緒かな。うん、枠押し調べてんだっけ。ここも同じだな、だいたい同じ。これ止まったらさ、リプレチェリーボーナスじゃないのね。おお、いや今のは関係ない、レバーオンだもんね。外れと同じか。変わんねえな、うん、まあいいです、まあいいです55と65キライムは変速押しの制御、まあ、ほぼ一緒ですね。はい、それじゃあ個人的に一番好きなジャグラー、ミラクルジャグラー試していこうと思います。配列は あれですね、55アイムと一緒ですね。止まんないですね。もう6号機ジャグラーよりは目押ししやすい。なるほど、じゃあまあビタ止まりしたらっていう法則は使えると。やっぱこれが止まる、外れの時で、リプレイ中断転廃じゃなければね。でこれはブドウ、外れ時の制御中押しは同じですね。これは気持ちいいですね。多分レグ、ただレグなんですけど、いやーこれは子役が止まれば同調戦。まあ、チェリー、まあ、ベル揃ったことはないと思うんで、チェリー、おっ、おしゃれ。一見チェリーかと思えば子役じゃないんで、これ単独です。なるほどね。じゃあレッパー上段で一角だ。おしゃれだな。でもちろんレギュラーですね。
右チラからのリプレイしてまず円数でのボーナス確定パターンと1画目が重ね合う。さあ子役は立ってるのかな。立ってない、立ってない、単独だ。やはりですよ。これです、これです。基本外れの時は外れとか、まあ9枚の時はここに星が止まってたんで1枚役 C の可能性があるのかな。バーバーかな。なでバー狙ってればチェリーもフォローできるんでちょっとバー狙ってみます。おー、言った通り1枚。なるほど、やっぱこれ止めてまだ演出に期待感があるっていう状況はちょっと熱そうですね。まあ、こうやって打ってる感じ、まあ、まだ全然当たり引いてないですけど、まあ、法則性はある程度見えてきてて、中押しのあのスイカチェリーバーだとわりかし1リールで乗るか反るかみたいな、中リール止めた時点で当たってるかどうかがわりかし分かりやすいみたいな形式になることが多い。逆押し赤7狙いをすると比較的期待感を引っ張りながら打つことができるっていう感じにはなるかな。あ、これはスイカ。違和感がすごい。まあ中押しでも中押しでもリーチ目ですけど、かっこいいね、かっこいいね。ここもなし、ブラッシュもなし。やっぱ赤なら素直に止まってるから赤ならなのかな。あ、違う。あ、今日初めてのトリリンクですね。この辺も関係あるのかな、わからん。ちょっとまあ何にせよビッグが引けました。追加再計相当数10ですね。ぴったり。は全部中断なんですよ。たった3回だけども、今ね下段に赤が止まってた。しかも消灯なしで下段に赤が止まってここになった時は当たってるんですよ。なんとかそうだっけ、うん、そうだよね。あ、スペシャルテンパイになりましたね。赤7下段1角かな。スペシャルテンパイとかスペシャルテンションですね。うん、面白いじゃないの。ハズレで出る出目です。そりゃそうだ。じゃあ揃えますか。324です。クレジットだけ順応させてください。このままだとストレスで死にそうです。あー、いいな。順応しよう。ヤグラーは左から。
例えばこうやめるとき最終ゲームね、カナナを下段にビタ押しして止まったらいいな、止まんなかったらでもこれでまあすっぱりやめれるというか、うん、まあ、こういう楽しみ方としてはありかなと思いますけどね。同じ今ちょうど歌がまあ多分同じだろうな、どうかなってやってる時に出ちゃった。まあ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 、だから本当にこれは通用するんですね。32